い、今日はですね、オンライン限定のアイテムの紹介になってはくるんですけど、まあ、これは店頭にあるよっていう、まず一番初めどちらからいきましょうか。こちらからいきましょうかね。はい、ではですね、今私が着てるギャザーリングブルゾン17,600円のご紹介になっております。これブルゾンになってます。かなり薄手のタイプになってるんですけども、首元はねこうリブで、これがねなんかあの普通のあの着丈よりもねちょっとね短めになってます。で、あのここにですね紐が入ってるのでギュギュギュッとちょっと結んで、あのもっとね短くクッと、絞ることもできますよっていうタイプですね。でこれあのブルゾンにしてはねちょっと珍しいんですけど、前がね V なんですよ。V 見えするのでこんな感じで、今中に私カットソー着てるんですけども、今ってあのタンクトップのスタイリングがすごく流行ってるので、ちょっとタンク1枚にこの羽織でサッと合わせて、でお袖コントロールしてなので、伸ばしていただければお袖ですね、ちょっと外しますね。外すとズズズズズズズっとここまで伸びる、うん、なので 長袖、うん、しっかりここまで伸びますよっていうタイプ で、あとはこうグググってこうちょっとつまんでですね、つまんで、そうそうそう、でこのままにしても大丈夫です、止まります。このまま紐伸ばしてあのする感じでもいいですけども、私どもはねちょっと水仕事もございますので、ちょっとここはちょっと結んでください。水仕事あの子供がいるもんで、あのベシャベシャしてたらこの子も一緒に餌食になりますので、おしゃれな方はねこうあの問題ない方はこう伸ばしていただいてもいいんですけども、こうやってあの止めていただいて、第三者の方にですね、第二者でもいいんですけど、そうそう、あ、そうですね、それがいいです。自分で結んでないんですね。そうだ、水で結んで着ればもったいないです。一人でも着てます。はい、っていう感じでございます。で、色がね、これが4色。ホワイト、ベージュ、カーキ、ブラック。ごめんなさい、もうね、ベージュ完売しちゃってるよ。え、もうさっき売れてる、多分。あの、ごめんなさい、数が少ないって言ってたんですけど、あの、もう売れてます。あの、在庫入れてたんですけど、もう、多分、オープンしたらすぐ売れちゃってる、あの、感じになってると思うんですけども、こちらが、在庫が、あ、こちらですね、ちょっとあのベージュ戻しましょうかね、こちらベージュでございます。で、はい、それでこれがカーキでございます。で、ブラックでございます。ブラックですね。で、こちらがホワイト17,600円ですね。かなりね、あのシャツ分かりますよね、白見ていただいたら分かると思うんですけど、かなり薄手のタイプになってます。で、お袖はたっぷりですね。で、あのさっき言ったように上げられますよっていうところと、着丈がこの感じですね。あの一応ここにあのドロストの紐があるんでギュッと絞ることができるんですけども、何もしなければ、まあ、A ラインで着ることができます。で、ここ全部止めて、ダンクトップの時とかはね、またこれ可愛いです。こうやってね、ちょっと後ろ脱いでちょっと着ていただくような感じで、もう絞ってみましょうか。皆さんとも絞るスタイリング可愛いかも。ググッと、私はちょっと A ラインが好きだけど、まあ、可愛い可愛い。あ、やっぱこれも可愛いね。うんうんうん、あ、いいじゃん、これ、うん、素敵素敵、変わりますね。そうそうそう、見え方すごいおしゃれです。で、ね、ポケットもちょっと大きめのタイプになってますし、もう本当になんか真夏の羽織に、あのこの前もね、私も一個ミリタリーライフのジャケットを買わせていただいたんですけども、それとはあのこの胸元 の雰囲気が違ってくるので、あれは多分確か襟があったと思うんですけど、これはもうノーカラーで、ストーンと落ちる感じでございます。で、スカートの時とかもやっぱ あとワンピースもいいですよ。ワンピースもいいです。腰がクッと、入ってきますので、あのこれはちょっと着丈が短めのタイプにはなってくるんですけども、こういうシャツを合わせて、これ出してもらって全然大丈夫なので、あのちょっと羽織でね、あの袖足りないなっていう時とかに合わせて使っていただくと非常にいいんじゃないかなというふうに思います。すごく綺麗です。でも真夏から結構ここね、福岡って今やってるんですけど、三越が冷房が効いてない効いてないってずっとご迷惑おかけしております。そうそう、最近ちょっとあのちょっと気が良、ね、くなってきたのでちょっと涼しくなってるんですけど、逆にそうなってくるとあのずっと私たちお店にいるとやっぱ寒くなってきて、そうそうそう、やっぱりこういう薄手の羽織っていうのでなんかちょっとあるとね、であとは濡れたりとか、そうそう、梅雨時期のちょっと濡れたりとかした時にパッと羽織ったり ねするのになった、なんだかんだやっぱこのタイプはねよく売れてます。
これはね、大坪さん大好きを買うって言っておりました。言ってました。もう何でも買うしと思って。でも私も今年 T シャツめちゃめちゃ買ったんで、ちょっと羽織はね、どんどんね、後から継ぎ足しすぎ足しで、9月は絶対使えますんで、ちょっと羽織見てもらえればなというふうに。ちょっとだけいいですね。そうですね。17,600円になってます。で、こちらは、素材がポリエステル 100% で、手洗いが可能になってます。ポリ100でもね、ベタベタっとした感じじゃないです。本当に、もうサラッとした感じなので、十分にね、綺麗に着ていただけるかなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい。じゃあ続いてはね、これはね、オンライン限定です。 EC 限定っていう風な形で書かせていただいてるんですけども、オンライン限定ですね。こちらね、ミンクチェアさんっていうブランドさんですね。新宿とかでもポップアップをねさせていただいたかと思うんですけど、ミンクさん、ミンクさんってロードレッドって会社になるんですけども、実は福岡の方にね事務所がございまして、そちらの方で実際に私来ました。で、どんなものが良かろうかっていうのを見せていただいて、その中でもちょっと厳選したアイテム、今回はちょっとミンクチェアさんを特集でちょっと組ませていただいておりますので、見ていただければなというふうに思います。ミンクチェアさん、今私が着ているタイプですね。ちょっとこちらを羽織脱がせていただくんですけども、これね、中に着てます。これ着てます。脱ぎます。これね、お袖付きのタイプになるんですよ。失礼いたします。よいしょよいしょ。で、こちらです。ちょっとフェザーがね、ちょっとついたような、わかります？ここにフェザーがね、これぐらいだったら良くないですか？ちょっとついてるぐらいです。だからね、今の時期に着ていただいても全然大丈夫なんですよ。13,200円になっております。こちらですね、フェザーで、立体感のある袖でございます。袖っていうのがなかなか言えない袖ですね。ちょっとフレアのタイプのお袖になってまして、この身頃に関してはもうカットそうです。もう全部、これもカットです。全部カットで、お袖に言えないんだけど、なんで？お袖に、フェザーが、ついてるタイプです。で、ここはね、スリットとかが全く入ってないので、その感じ、そのまま落ちる感じではあるんですけど、まあ、ちょうどいい感じかなと思います。で、伊原さんが今着てもらってるのが、はい、こちらが、カラーの方がキャメルになってます。キャメルとブラックですね。で、まあ、伊原さんが着るとこれぐらい。生地感もございますよ。で、私はちょっとフィットで着させていただく。これはこれでいいんじゃないでしょうか。そうそうそう、細見えします。ここら辺がですね。で、伊原さんとかこういう感じでオーバーで着ていただいて、で、お袖もこの感じです。このフェザーのね感じが柔らかくって、これね透け感があるんですよ。透け感がある中にこういうフェザーの生地をしてるタイプなので、ものすごく軽いです。で、やっぱりそう、こういうところから入れましょうよ、ね、秋を、今秋っていうのは7月だけど、でも必ず来ますの で、 そ、 です、ね、その時に、まあ、これはね、そうだな、7月はちょっと眠らせといてもいいかもしれないですけども、8月ぐらいからね、入れると、あ、すごくもうトレンド化を入れられてる、お客様なんだなっていうところで、ね、長くこれは使っていただけますので、で、これに、さっきの私とかは、羽織、ね、合わせて、あれ結構お袖がたっぷりあるので、こういうちょっと、これも結構お袖たっぷりめなんですけど、着た時すごく多分見ていただいたら分かると思うんですけど、多分収まりがすごく良かったと思うので、嬉しいじゃないですか。なんだかんだですよ、7月も今 T シャツ私当たり年で買ってるんだけども、やっぱ袖物が欲しいっていうやっぱお客様一定層いらっしゃるんです。で、ここですよね、ゴム丈ぐらいを、ゴムよりちょっと長め、ここがしっかり隠れてて、なんか腕も細く見えませんっていう、そうそう、手首もちゃんとあってっていう、で、ここの、だから、やっぱ手首、足首、そうそう、ここね、膝、首は大丈夫。ね、この関節のここってね、やっぱり形を想像させるから、やっぱ見えない方がいい。だから、例えば、スカートとかでも、ここの膝見せるのと、見せないのじゃ、足の長さと綺麗さが全然違う。やっぱ、隠すことが全ていいわけではないんだけども、やっぱり、程よい場所で、こう、うまくね、上手に四角をこうやってごまかしながらやっていくっていうのが、私たち必死でございます。そんなに何でも出せるわけじゃないので、こちら 13,200円です。うん、なんかゴージャスで、ね、あ、そうですね、結構ゴールドみたいに見えそうかもしれますけど、これね、ツヤ感はないですよ。なんですけど、多分そうそう、ライトが当たりすぎですかね。ちょっと消してみましょうか。
あ、そうそうそう。これこれこれ。はい、これこれです。皆様。実はこんなに飛ばしてるんです。すいません。ちょっと、ね、飛ばしすぎでしょうか。4時ぐらいでございますけど。そうそうそう。はい、割ともう、割とほんとちゃんとキャメルっていう感じの。うんうんうん、でマットな生地感になってますね。はい、なので全然いいかなと思います。そうです、ね、かなり暗いね、やっぱり。でもちょっとごめんなさいに光立たせていただきます。いいですねっていうコメントが、うんうん、ありがとうございます。そうですね。でもやっぱりこれぐらいの、あの見頃で、首元もあのこれぐらいだったらそんなに空きも大きくないので、綺麗に着ていただけるかな。これが13,100円ですので、ぜひともちょっと残ったデザインで、合わせて着ていただけると思いますので、ね、ぜひとも、はい、じゃあ続いて、はい、じゃあ上に足していきますね。もう今日は脱いだり足したり忙しいですけどす、ね、はい、あ、私そっちがいいんじゃない。私はこっちがいいんじゃない。私でもそっち大丈夫ですか。大丈夫だとこっちしますね。はい、じゃあ次ですね、ベスト、ロングベストの、ね、ご紹介を、させていただきたいなと思います。こちらもね、同じく EC 限定になるんですけども、バックフリルロングジレですね。こちら19,800円でございます。これ着てみます。さっきの多分、うん、ライトを、ね、うん、消したらカジュアルになったんで、やっぱり気味が強いキャメル、ね、そうそう、気味が、だけどですね、あれなんですよ、カットソーの表面が、あのいつも結構言うんですけど、あのコットンだとしても、あの毛羽立ちを、ね、最小限まで抑えるとちょっと艶感が出てくるっていうのがあるので、別にギラギラした感じではないんですけども、綺麗に、ね、着ていただけますよっていう、ね、1枚になってます。どうでしょう、ベストを私合わせていただきました。合わせていただいたのに合わせてさせて、確かにそう、画面を見ると結構黄色が強く見えますね、うん、でもね、普通にキャンベルですよ、写真見たら黄色っぽくはないかな、うん、大丈夫です。はい、でベスト着てます。ベスト着てるんですけども、はい、私たち、あの、このベスト、何がよろしいかというと、あの、体を半分に見せてくれる、あの、効果があるんですよ。半分ってちょっと言い過ぎなんですけども、あの、やっぱりね、ベストが入ると、やっぱ縦のラインが出てくるんで、やっぱり重宝する。で、いろんなベストで、あの、ご紹介させていただいたんと思うんですけど、今回のね、ベストはね、あ、これ19,800円で、あの、いろんな機能がね、ついてるんですよ。まずね、一つ、ここの上、ベストですね、ドロストのところでここ調整が効くようになっているので、かなり身頃をね、あのしっかり伸ばそうと思うと結構たっぷりね、これぐらいまでいくの、うん、でここ全部止めて、あの着ることもできますよっていう感じ でこれ、あのここの生地今最大に伸ばして合わせてるので、このなんかワンピース風で着ることもできますよ。で、まあ、ただちょっと下のねスリットが入ってるので、何かボトムスを合わせた方がいいかなと思います。で、あのたっぷり合わせるんだったらこうです。で、やっぱりね、こうドロスとキュッとキュッと合わせ、おしゃれですね。ベストのボタンが可愛い。ベスト可愛いです。そうそうそう、ここがですね、やっぱ入ることによって、あのウエストですね、ウエストっていうかこの腰のね、ちょっと上の高めのところグッと入ってきますので、全然やっぱり見え方がやっぱり違ってきます。で、この生地がめちゃくちゃ伸縮性があるんです、これ自体が。私多分ね、この生地自体でいろいろジャケットとか、あのパンツとか作ったらめっちゃいい感じが、私は。そう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 。で、伊原さん。そうなんです。で、伊原さん、これボタンがね、アクセントに、あの、ベージュはね、なってきますよね。で、色がね、こういう感じで、バックデザインです。私も前のご紹介させていただいたんですけども、こちらにギャザーがそのドロストのとこですね、あの、絞るとクッと入ってきますよって言って、上にペプラムで、あの、バックフリルがついてるんですね。これがまた可愛いんですよ。で、ここはね、もうそのままです。特に、あの、形を、あの、作ったりとかはできません。これ、この中だけで、あの、形をギュッと絞ることができるんですけども、クッと上から被るよ。で、襟元は、あの、程よい、ちょっとね、見立てのところの、あの、足しになってますので、襟元、この入りはものすごく、あの、綺麗ですよっていう。で、スリットもね、しっかり入ってます。これ、しっかり、そうそうそう、スリットが入ってます。そうそうそう。なんですけど、あとやっぱりこれのね、いいところは、あの、ここのね、縫製のところ全部ね、パイピングとかで処理してありますので、あの、ここが切りっぱなしになってないですよっていうところで、しっかりね、あの、縫製のところもされて19,800円。あの、バイヤーがね、ちょっと今今日来てるんで、もし入れたらね、入っていただきたいなっていうふうに思うんですけど、ピンクチアさんの、アイテムは、やっぱりすごく、やっぱ上品に見えるっていうのが、あの、一つね、あの、ブランドのね、特徴っていうところ
って、うん、そうそう、そう、ね、とね、うん、あの上品さんっていうのは本当にねすごくねあの着てても分かる。私次ちょっとね着るアイテムがねめちゃくちゃちょっと細見え、次だよね、次だよね、うん、うん、違うね、あ、いやいや違う、違わない、うん、違わない、あ、そうだ、これだ、あ、じゃあ分かった。じゃあ次を、あの、あ、でもさ、ちょっと待って、そしたらさ、内側から先にしようかな、うん、ミンクチェアさんつながりでさ、はい、あの、やりますので、変更でやっていきます。っていう感じですので、ベストですね、ちょっと今、数少ないで、先行で、まあ、9月ぐらいにまた絶対ベストで出てきます。ポケットあります。ごめんなさい、もうポケット入れちゃったんで。ポケットあります。ポケットしっかりございますので。ね、うん、そう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 。で、脇のところもね、しっかりにあります。あの、ベストとかでも結構脇が大きくて、あの、ここの 見え方がどうしていいかっていうのと、あとはちょっと逆に狭すぎると、カットソーの形を変えちゃうっていうのがあるんですけど、程よい脇の開け方で、ドルマン系のちょっと袖がフレアのタイプでも、綺麗に着ていただけますよっていうタイプになってます。かわいい、これ。後ろのデザインもかわいいし、ラインが綺麗っていう。本当に綺麗なので、ちょっといろいろベストをご紹介させていただいている中でも、このペプラムさんね、そう、私とかはちょっと慣れ方だったり、いろいろ方の見回りなんですけど、すごくやっぱピシッと背中がグッと張って見えるっていうのが、ね、背筋がやっぱよく見える。そうそう、これね、いいですよ。これね、猫背をね、隠してくれるので、背筋っていうところで言うとすごくよく見えますので、じゃあ続いてちょっと私、はい、着替えてきます。声出せないから唇読もうとしたけど、無理でした。唇読んでは難しいですよね。あの、なるべく滑舌ね、よく頑張ろうと思いますけど、後でお隣で見てください。ぜひぜひ矢野さんの後ろ姿ね、今見えましたかね、はい、あんな感じです。黒だとね、ちょっとここのデザインが分かりにくいと思うんですけど、はこういうデザインで、最後はでスリップがバスッと入ってますよということですね。ちょっと私も止めてなかったんで止めてみましょう。で止めても可愛いですもんね。ちょっとでグッと絞りを効かせて、ワンピースで着ていただいてもおしゃれですね。今日、今はそのちょっと漫画の新作なのでこれと合わせてるんですけど、あの普通の T シャツとかと合わせて着ていただいても本当ちょっと秋っぽい見え方もできると思うので、そうですね、8月、まあ、もちろん今すぐ着ていただいて大丈夫なんですけど、8月とかですね、ちょっとこう T シャツだと、まあ、なんかあまり夏っぽくてあれかなって思ってきた時はやっぱりこういうベストがあるとめちゃめちゃ急におしゃれ度がアップすると思うので、そう使っていただけるんじゃないかなと思います。で、私の 152cm が身長で比べてふくらはぎはあの隠れる感じですけど、すごく長ったらしいっていう感じはなくて、むしろ本当にこう縦ラインが出てちょっとこう身長も伸びて見えるようなですね、すっきり感があると思うので、なんか私結構長いのか長いのかこういうのが好きなので、こういう感じでいいんじゃないでしょうか。はい、かわいいよ、井原さんそのスタイル、ね、そうそうそう、じゃあ私あの今から登場します。溜める溜める、ほらほら見てこれ、ちょっと細見えしないですか。ちょっと私もうちょっといい視点つければよかったんですけども、あの今日はちょっとあの何もしてないですけども、あの通常モードで通常モードでもこれですよ、これ。いやー綺麗、腕も太いけど綺麗いや綺麗だよこれ。私ねちょっとご紹介させていただきたいのが、ブリンジレースペプラムカットソー、どうですか、上品でしょ。私ねまたね9月に結婚式があるんですよ。でその時におしゃれでしょ、やだ私これ大好き、びっくりしちゃった、あの数がないからどうしようっていう感じなんですけども、これ 15,400 円でございます。でこれカットソーなんですね、カットソーなのでもう T シャツ辻です。で、井原さんからちょっと来 来てもらえればあのちょっとあれなんですけども、あのちょっとあのちょっと余るような感じに多分なるとは思うんですけども、あのこちら私できるとなんかね、ちょうどコルセットじゃないんですけどビスチェ着てるような感じに見えるんですけども、なんかもう本当に綺麗すぎて、私これ着た時ね、あの悲鳴じゃないですけど歓声が上がりました、私の中でですね。で、こちら 15,400 円で、
フリンジカットソーってね、ここです。フリンジ、ここにね、ちょっとフリンジがあるんですよ。だから、普通の、なんていうのかな、こう、切りっぱなしで縫われてるっていうわけではなくて、エンドのところもきちんと、フリンジをね、付けられてるようで、ここのエンドがフリンジだけでも、すごくね、やっぱり上品に見えるんです。で、お袖はこの感じです。ですよね、私このまま行きます。このままアクセサリーとバッグ。今日はちょっと雨が広かったんで、ブーツ、履かせていただいてるんですけど、ちょっと足元を抜けるような感じにして、9月の、20何日かな、の結婚式がございますので、これを着させていただきたいなというふうに思います。このままパーティー行けますよねって。で、ここまでですね、生地が入ってます。私ちょっと肌色になってるんで、レースがどこまであるのかなっていう、で、見頃のね、生地がどこまであるかなっていうふうに思われるかもしれないですけど、ここまであります。ここまであって、ここからレースになってるので、なかなかね、レースアイテムって着るので、ちょっと、透け感とかで気になると思うんですけど、でもこれだとさ、ここまで隠してくれてるっていうのがさ、ブリブリって言ったらあれだけど、ブルってしてるかもしれないんだけど、にしてもでも綺麗だと思う。だってほらこれです、ここ背中の、そう、ここのね感じとかも、後ろはどうですか、シュッと後ろもこう、こうですね、こう、こういう形でね、こうやって、ね、あるものがないっていうようなあの錯覚の方がここにね隠してくれるので、ちょっといいじゃないですかっていう、で着心地も最高だし、で涼しいからこれに羽織とかでもいいし、ショールとかでもいいし、全然普通にカジュアルに使っていただいていいですよ。私はちょっとそういう予定がございましたので、これはそれに着ていこうっていうふうに思ったんですけども、そう、綺麗なので、で私ちょっとねスカートがねシャイニーけど、これ今 EC の方にも在庫がねしばらく切れたんですけども、メーカーさんの方が入りました。先ほどのベージュもそうです。ベージュとブラック両方か数入れさせていただいておりますので、合わせてね見ていただければというふうに思います。で、井原さん、はい、そうそうそう、井原さんはエクリューよ。そう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 、エクリューで合わせていただいてるんですけど、もう普通になんか良くないですか。もうなんか私がこういうスタイリングにするとめちゃくちゃアクセサリーとかそうですね、なんかそっちの方にグッと持っていけるんですけども、全くノーマルで合わせて、これにちょっと、はい、バッグとかをカジュアルなもので合わせていただいて、同じものなんだけども全然違う雰囲気っていう感じで、あとは私も多分体のボリュームがあるから余計になんかフィットが多分よく見える。で、井原さんの場合は結局ちょっとオーバーメリっていうような楽な感じに見えるから、やっぱりその体型によっての見え方の感じをちょっとうまく、これ私の場合はこれをうまく使えるかなっていうような感じなので、こういうちょっとペプラムの雰囲気カットソーでちょっとフレアなので、でもねやっぱり着るとここですよね、この入りがやっぱりすごく綺麗なので、ここがあるかないかでやっぱり女性の腰のライン、まあ男性でも、でも男性の独特なシルエットは逆に着れないので、この感じでいかにもスタイルアップっていうのは可能かなっていうふうに思います。で、なんでやっぱりすっきり見えるかっていうと、ここのパターンですよね。よく最近ね多いんですけど、ここのグッと中にこの入る仕様っていうのがものすごくね、やっぱり見栄え的に変わってくるので、で、この白の場合は分かりますよね。ここの袖のレースの感じがよくこっちの方が、これってさ、逆にさ、あんまりさ、色差がベージュだからちょっとすごくヌーディーさが出るけど、白の場合は生地がここまでたっぷり、ここのねレース重なってる部分があるからカジュアルに見えるっていう感じですね。あとブラックです。ブラックどう見えるの？ちょっとブラック着てみます。ちょっとブラック着てみます。レースも本当なんかこうちょっと。何柄って言うんですかね、こういうココという柄を組み合わせた感じになってるので、なんか本当甘い感じはないですね。あとここのねちっちゃいフリンジがまた可愛くて、このフリンジ好きの私からするともうこういうところが好きっていう感じになりますね。あらどこまで読んでるのかな。生地の切り替えで汗が目立たなそうですね。確かにそうですね。なんか本当あんまり汗も気にせずに着ていただけます。カジュアルでもね、いけますよね。お二人が着てあるものは同じものですね。で、フォーマルにもカジュアルにも使えるなんて。あ、確かに。ブラックだと、こうだね。ここにこう生地が乗るから、またちょっと見え方違いますね。すね、やっぱりベージュはヌーディーかも。
かなり、うん、ベージュはすごくヌーディーでいいかもしれない。私ヌーディーかな、ヌーディーかなだけど、これドライクリーニング、これはですね、手洗い感じます。素材的には、コットンなんです、両方。なので、全然で綺麗に着ていただけます。うん、いいですよね、この感じで、コットンで、で、15,400円でしょ。で、形も綺麗なので、ちょっとベージュが、一応オンライン限定で、お客様優先ですので、メーカーさんに残ってれば、私、手に入れさせていただきます。でもこれめっちゃいいよね。そうそうそう。私、すごく、ブラックも可愛いですよね。そうそうそう。ブラックも、それこそね、8月お盆の時、いつも言うけど、8月の黒問題の時に、そうそう、レース何着ていけばいいんだろうって、カジュアルすぎない方がいいなっていう時に、ちょっとレースが入るだけで、全然綺麗になってきますので、この感じです。ここです。私にはフィットがかなり、いいですよって言って、そうそうそう。いい意味でフィット、そうそう。同じデザインなんです。私たちですね、同じものをね、違う体験できるので全く違うアイテムに見えるんですけども、同じものなんです。そういうちょっとマジックを見ていただいているような感じだと思いますが、ちょっと間のこの間でね、この間に自分が所属してるんだなって、ごめんなさいはね、ちょっと痩せてるね、ご自身こうやって選んでね、決めていただければ、その話してる間に視聴数が100っていう一番この話をしてる時に一番見られているっていう、悲しいけどもしょうがないです。この皆さん、このブラックも可愛いですよ、うん、ありがとうございます。お山に行っていけそうですね。そうですね、はい、ますます踊りためますね。ありがとうございます。ちょっとなかなかね、そんなに合うものはございませんので、いいと思うときにちょっとキャッチをね、私も皆さんもぜひしていただければというふうに思います。皆さんブラックに、あ、そっか、やっぱりね、ベージュだとなかなかちょっと行き過ぎちゃうのかな。それも、で、まあ、そうそうそう。そうそうそう。で、ちょっとね、数オンライン少ないので、もしかしたらね、完売する可能性があります。そしたらメーカーさんの在庫を、ちょっと後で後々入れていきたいなというふうに思いますので、完売になるものは完売になるんですけども、メーカーさんの在庫見ながら、ちょっと皆さんに改めてご紹介させていただきたいなというふうに思っておりますので、どうぞ。いろいろ活用できそうですね。うん、このレースは甘くない。あ、よかったよかった。さっきも言ったんですけど、まあちょっと100人になっちゃったんで、もう一回ちゃんと見ていただきたい。ここです。お袖の折り返し、三原さんに見せた方がいいかな。ここのね、エンドのところです。ここはね、大体普通のところはこうやって折り曲げてステッチしてるところが多いんですけども、ここをね、ちゃんとフリンジ仕様にしてあるんです。これがね、ありがたい。これを着するだけで、やっぱりすごくね、高見えしてくるので、そう。持ってます。レースも綺麗だし、ちゃんと最後の縫製のところもすごく綺麗にされてますので、ぜひともちょっとこれはね、注目してみていただきたいなというふうに思います。107名です。はい。更新中。すごい、ありがとうございます。みんな絶対天気悪いんだよ。そうですね。出かけるとこないかもしれないけど、いいかもしれないけど。今日後ろも綺麗だしね。そうですね。きっと見てて、気持ちがいいんだと思う。体験さ、とても参考になります。店頭でも売ってほしいでしょう。店頭でも売ってほしいんですけども、メーカーさんにちょっと数が店頭に置くほどの在庫がないっていうね、そういうか、時がね、今ね、あるんですよ。店舗も6店舗になってきてるし、そうそう、一応ちょっと相談しながら皆さん、入れられるものは入れていきたいと思いますので、ちょっと今回はオンライン限定っていうところでですね、ご紹介させていただきたいなというふうに思ってます。こっちにしようかな。うん、続いてもう一度、メイクチェアさんの、タイプの、もう一方ね、ご紹介させていただきたい。あと二方かな。シャツ系のちょっと半袖とお袖物をご紹介させていただきたいなというふうに、ちょっと着替えていきますね。ちょっとその間に、これも私が履いてるこれはですね、デニムですよ。皆さん折り返し風のミニマクサのデニムなんですけど、オンラインの方で多分 S サイズがこちら、どちらでもなくなってたと思うんですけど、さっき再入荷ありましたのでオンラインショップも復活しております。なので本当に履いていただいた方は皆さん、なんだこれって履きやすいよっていう風にね言っていただいてる、すごくおすすめのデニムになりますので、これね、ボーイフレンドという名前なんですけど、結構すっきりした作りになってて、逆にゆったり履きたい方はワンサイズ上げて履いていただくといいかなというふうに思います。
皆さん、このデニム今日入ってますね。そうなんですね。ありがとうございます。もうね、本当やっぱりこのゴムで楽々なので、皆さん、これはぜひ試していただきたいです。すごい伸びますし、もう本当履きやすいですよ。オンラインどこから購入できますか？オンラインは、一番あのサファリとか、クロームとかで携帯でトワミーって言って検索していただければ、オンラインの方に、行くことができると思います。はい、どうされますか？では、受注のパンツって、後ろにあります。ファイヤーがお客様に。受注の紹介、昨日ちょっとご紹介します。ご紹介お客様お願いいたします。はい、じゃあ私ちょっと今度は夏らしい感じに、なりましたが、体だけはねちょっとオータムカラーで、私はね、自分のね肌っていうのが、サマーとオータムなので、私もねこう自分でねすごい私肯定したんです。私こういうカラーで似合うんですよ。ブラウンとかが似合うので、井原さんもねオータム系の方なのでものすごい多分似合うと思うんですけど、ちょっと2人でねこちらのブラウス着ていきたいなというふうに思います。これスラブ調理年ポンチョブラウスです。ポンチョ型です。ポンチョ型でフレアのタイプになってます。でお袖のところがですね、ちょっとここはねゴムですね。ここがねお袖がね後ろのところだけゴムになっております。で、まだまだねちょっと暑いのでこういう感じでね着ていただきたいなというふうに思うんですけど、これはね実は9月10月の着方がちゃんとあるんですね。なぜこれが9月10月に着れるかって言ったら、この VCO なんです。 VCO でなおかつお袖のところもですねちょっとポンチョ型になってるので、今からどうかな、シアー系の、ね、タートルだったりとかインナー合わせがねものすごくこれねスタイリングとしてねしやすいアイテムになります。でもう本当に残念で仕方ないのが今ないタートルは今ないんですよ。でもう持ってくればよかったんですけど、これね重ねだったりとか、これ羽織で使うこともできるので、もうこれ今でも着れるんだけども長くこれから先使えますよっていうアイテムになってます。でスラブ調なのでちょっとね表面感にこれリネンがね、ほらリネン入ってるのか、リネンそうなのかな、朝がね 9% ぐらい入ってますね。であとポリエステルとテンセル、ちょっとレーヨンの柔らかいようなこのフルフルっとした感じも残りつつっていう、この使いやすいアイテムの形ですね。で襟元はこのスキッパータイプになってまして、失礼しますね、このアクセサリー可愛くないですか。これ前仕入れてずっと動いてなかったんですけど、もうすぐ秋になるから私これ最後の1個だから買おうかな。最後の1個だよねこれね。そう最後の1個だと思う。でも私これすごい好きで、ボディとかにつけてるけどすごい映えるからそうっていう感じで、これだったらもう羽織としてでも大丈夫だし、中にタートルとか入れて合わせもできるし、で井原さんも一緒に見てください。井原さん黒上品、そうこの生地がね割とね配管があるんですよ。なんていうのかな、柔らかい見た目、これすごい柔らかく感じるんですけど、ちょっとね柔らかさの中に張りがあるんで、ものすごくね着心地がいいです。で襟立ちもねすごくこれスキッパータイプなんですけど、襟立ちもすごくよくて、こう抜いたらこういう感じで着ていただけますよっていうところと、このねポンチョ型の何がいいかって、こうお袖を下ろした時にここなんです、ここのねここのつまみ、この肉気、私にとっては肉気なんですけども、こういうのとかもね上手に、ね、隠してくれたりとかするので、そうこの感じで合わせて、私ちょうど隠れないかも私ちょうど隠れんかった。私はちょうど隠れませんでした。井原さんの感じだとちょうど隠れるんですけども、はい、そう私はちょうど隠れるからいいんですよ。でパッと見たらちょっと隠れて事故隠れてません、すいません、15,400円でございます。はい、間違えました。でも私だったら隠れないで、でもちゃんと隠れる人は隠れますので、でもこのポンチョ型っていうのはそれこそインナーだったりとか、もうそれだから袖物ね、本当は着たいよね。お袖首物だったりが、首ね、タートルだったり、お袖したらやっぱりスタイリングが増すじゃないですか。もう2回くらいなんか笑いマークが来て。
も来てるけど、まあちょっと一緒に流してください。もう笑っちゃってください。いいですね。ここは。で、かなりでこういう感じでフレアのタイプになってるので、でも着丈がそこまで長くないので、あのスカートとかでもスタイリングできますよって言ったりとか、あとはこうフレアのタイプですね。あのこれ受注のパンツですね。もう終わりでしょ、これ。終わりではない。終わりでしょ。福岡は。福岡入りました、予約。ああ、ありがとうございます。もう福岡の、あの予約配分がもうちょっとほとんど。ないよね。EC もだってもう昨日めっちゃ入ってましたよ。そうそう。EC と福岡あれですけど、まだ、あれかな、関東とかはまだ行けると思うんですけど。うん、問い合わせしてくださいね。もうでもこれがっつり、あの、ポンチ素材なんで、秋口、あの、冬とかでも使える素材を7月に自習やって、大丈夫なのかなって私思ってたけど、予想以上のお客様の、あの、ご好評をいただきまして、そう。で、これでね、こういう感じで合わせて使っていただければ、いいですよね。ただ今回三口屋さんの色並びで見た時にすごくね、あの合わせがしやすいので、ぜひともねちょっとね皆さんちょっと注目して見ていただきたいなというふうに思います。三口屋さんの黒新鮮っていうことですね。確かに井原さん黒あえて着ないようにしてたんですよ、カラー診断でブラウン出てからね。そうそうそう。でもやっぱりでも似合ってますよ、もともとめっちゃ着てましたよね。そうですね、結構好きではあるので、なんかあの顔つりはあれかもしれないですけど、好きなものを着ましょう。かっこいいですもんね、黒ってね。そうそう、だからもう好きなものを着るのがチャラなんです。ベージュでございます。で、あと私が着てるキャメルでございます。で、あとブラック、キャメル。これキャメルって書いてあるよ。キャメル、オレンジ。オレンジだけど一応キャメルです。そうそうそう。で、こちらが、ブラックの3色展開に、なっておりますので、このベージュもですね、あの、真っ白っぽくはないです。すごくね、いい色のサージベージュみたいな、ちょっとグレーっぽいような、そうですね、グレーの感じですね。そうそうそう、なんかサンドベージュって言った方がいいのかな、この感じで合わせていた。僕はすごい可愛いよって言って、これも可愛くないですか、ちょっとニュアンスカラーの合わせで、サンドベージュと、あの、その感じの色味で合わせて使っていただいても非常におしゃれかなというふうに思いますので、ぜひとも、そうそう、ごめんなさいね、この上はね福岡では買えないです、オンライン限定です。パンツに関しては、今店頭で予約もしてますし、オンラインも限定、あの予約してるんですけど、まだ10日行ってないですよね。まだ行ってないんですけど、残りちょっとわずかになっちゃってる。もともと数がねそんなに入ってないので、ちょっとよかったら今回に関してはちょっとお急ぎ見ていただければ嬉しいかなというふうに思いますので、片雲の間で一応詳しくご紹介してます。そう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 、私この一番最初に履いてた、あのビシュレットパンツ、今日のライブの中で一番最初に履いてたビシュレットパンツが、ちょっと長さが私にとっては長いんですけど、この今受注受付のこのビシュレットのポンチ素材のタイプは結構丈ちょうどいいかな。あのこれあえてねちょっと短くしてるっていう感じなので、あの改良を改良に重ねて、ちょっとあのトワミオリジナルというかですね、なので結構なんか前のあれはこれ長かったけどとか、前はこうだったけどっていうものを解決して作らさせていただいてるので、あのすごくまた新しい形でご紹介ができるんじゃないかなというふうに思います。はい、私着替えようかな。じゃあ一応この感じでございますので、これは涼しいですよ。ちょっとまた新しいやつ着てみますね。はい。はい、このシルエットパンツ、色迷いそうですよね。3色。シャツの襟の部分ですね。スタンドからこうちょっとこういうですね、あの V になってて、少しここは本当スタンドからというか立ち襟の感じになってますね。なんかキーネックみたいな雰囲気だけど、キーネックではないですけれども、ちょっとこう変わった襟の作りになっているので、なんか本当おしゃれですね。見た目もかっこいいです。パンツね、モカも素敵というコメントもありがとうございます。あ、パンツピンク予約しました。モカも気になる。そうなんですよ、この襟もやっぱりいい色なので、なんかあの結構こう触った時にすごく厚地に感じるんですけど、今履いててもすごく厚いっていう感じはなくて、まあ、もちろん教室内のね、あの英語版入ってるんですけども、なんかすごいほんとさらっとしたあの肌触りになってるので、結構やっぱり長いシーズン履いていただけるんじゃないかなというふうに思います。で、メーカーさん多分この素材ではうちはもう
今年は入ってこないと思うのですね、はい、入ってくるとしても多分着物のタイプとかちょっと素材感が違うと思うので、長く履ける本地素材のタイプはぜひぜひお早めにご予約いらしてください。はい、でこちらもですね、今回新しくご紹介させていただきます。コットンバッグキャサブラス、これ多分あの明るい色で実はあの初週に出てたんですよね。でもうすごいよくってもう完売して、今回あの晩夏物で秋冬の、カラーで、出てきました。でも素材はですね、これはあのなんだっけ、あのこういうのなんて言うんだっけ、忘れた、なんとかブローコットンだったかな、なんだったっけ、コットンブローじゃなくて、もうかなり薄手のタイプの、あの、綿素材、綿 100% の、素材ですよっていうところで、あの、カラーだけは秋冬仕様のカラーになってるんですけども、素材はもう本当に真夏でも着れるアイテムになってます。で、お袖がですね、こちらちょっと七分どうした、高身長には難しいですかという質問があって、井原さんだって私156で、大阪まで参加してますね。来てる来てる、そう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 、沢田さんも来てるんで全然もったいなく、あの多分153、高身長がね、大坪さんどうだろう、大坪さんだけちょっと短いけど、でもブーツに合わせたらめっちゃ、だから今からはあのブーツがあるからサンダルの足元が変わるんで、逆にねあのちょっと短くても、ね、全然丸です。あの折り返しデニムとかも今店頭に入ってるんですけども、すごくねいいと思うので、ちょっともしかしたら質問が、質問ね、はい、私です。パンサコーシャツ福岡で着てみることはできますか。オンラインで完売しているともう着れないので、もしあの多分今日完売しちゃうんじゃないかなっていうふうに思うので、ちょっとあの在庫があの今私が着てるこのあのこれをちょっとご試着いただくっていうのができますので、ちょっと見ていただければ、これちょっとサンプルでお借りしてるんで、キャンベルとかブラウン系は秋の流行りなのでしょうかっていう、まあ必ず出てきますよね。あのやっぱりそのカラーの診断とかでもサーマーオータム、ウィンターとか、そのカラー診断だったりとか、カラーの勉強するときに、ウィンターのカラーは何なのかって言ったら、白だったり、ブラックだったり、ロイヤルブルーだったりとか、そういうカラーだよって言ったりとか、で、ブラウン、オータムのカラーはこういう色だよ。で、サマーはアジサイみたいな、ちょっと淡いような色だよ。で、スプリングになってくると、ピンクだったりとか、ちょっと、ファンシーな感じのカラーだよっていうような感じなので、基本的なベースの、カラーは季節ごとにあるんですけども、それがどういう流行化になってくるのは、例えば色の、明度だったりとかっていうのがあるのかな、井原さんが最近ね勉強してあれなんですけども、あとはその、ドンズバでこのカラーが人気だよ、イエローが人気だよっていうのがあのもうトレンドとしては一応決まってるので、まあ、基本的に、流行のカラー、今年の、2023年のオータムのカラーが、どういうふうになるのかっていうよりも、こういうのは基本的にはあのきちんと、合わせて着れますよっていう感じなので、スタイリングでぜひぜひクローゼットに眠ってるあのこういう色半袖でもあると思います。そしたら必ずそこからね、出していただければ難しくないかなというふうに思います。パンツ、2でちょっと短めですが、ブーツ、あ、そう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 、ブーツ合わせでいける丈なので、私もねちょうど今日雨が降ってたからブーツで合わせてるんですけども、やっぱり足元が変わるとやっぱスタイリングも変わってくるので、ちょっと夏だと1、2枚で着るの短いなっていうものでも、あのブーツだとすごくそれがスタイリング的には丸っていうようになってくる感じがしっかりありますので、ぜひともそういう形で見ていただければというふうに思います。で、私が今、着てる、もう、井原さんも、あの、すいません、ですけども、先ほど着てたのがグレージュ、私がマスタードでブラックの3色になっております。で、メーカーさんの中ですね、私たちが行くっていうので、これがやっぱり売れてる、あのすごくやっぱあの売れてるって言ったらあれなんですけど、めちゃくちゃやっぱ着心地もいいし、あのもうメーカーさんの定番のアイテムなんです。あのぐらいですか、こうぐっと長さもあるんですけど、あの、ま、前と後ろの差がぐっと長さのあるタイプではあるんですけども、あのすごく決まるんですね。で、生地がものすごく柔らかいので、ちょっといいインしたりとか、ちょっと失礼します、インを合わせた時でも生地流れがものすごくいいので、バランスがね非
非常に、取りやすいです。ちょっと入れてみました。入れてもいいし、オーバーでも、こう襟抜きしてオーバーで使っていただいてもバランスは取りやすいですね。でもちろんこうバッと羽織で使ってもいいですし、あの前留めで使ってもいいですしっていうタイプになってます。で、井原さん、はい、はい、ちょっと新作のこちらのパンツと合わせて、ね、さっきあの他をね履いてたのでちょっとコーラルの方に履き替えてみました。可愛いですよね。コーラルもなんかピンクなんだけど、なんか甘くないんですね。スミ系のピンクで、すごくいい色なので、これはなかなかないんじゃないかなと思って。おしゃれなんですよね。松原さんっておしゃれなんですよ。なんか髪型とかさ、いつもさ、あ、なんなら寄せてる。髪型寄せちゃうし、そうそうそう、いつ時に、あの、来たすぐに椅子でさ、いっぱい。寄せたっていう感じで。まあでも光栄ですね、松原さんに。で、あの、来てるって言われて、こういう感じで、ちょっと合わせて、おしゃれ。皆さん寄せてるよ。そう。はい、ちょっとお話ししますね。あ、ちょっと、ね、今、もしかしたらこうかもしれない。はい、今ね、で一応こういう形で、ご紹介で、3色で合わせていただく。これもね、ごめんなさい。ずっとね、今ご紹介してるまでは、オンライン限定の、アイテムになってます。で、これは前開きですよっていうところですね。ちょっとね、もう、あの、実はね、カラーのね、トレンドってずっとね、あの、もうファッションなんとかだったかな、なんかね、あの、決まってるんですよ。あの、で、そこから、まあちょっとその、ね、あの、いろいろその、まあ政治だったりね、例えば、あの、東日本大震災があったら何々のカラーが流行りましたよという、突発的にカラートレンドがパッと変わったりとか、そういうのはあるんですけど、基本的なカラートレンドはもう出てますので、よかったらネットで見てもらうとね、面白いかなと。私たちもすぐ検索して、あのカラートレンドとかはね、もう出てきます、見てますので、ちょっと合わせてね、見ていただきたいなというふうに思います。ここまでかな。ベスト と、私が結婚式に着ていくトップスと、それってなんだろう、ブリッジレースカットソーとバルーン袖と、コットンバックギャザーとリネンスラブが、こちらが、EC 限定のタイプになってますので、これでちょっとメーカーさんに数があるかないかっていうところで、ちょっと見させていただきたいなというふうに思ってます。井原さん、どうでしょう。今トレンドから見ました。ああ、そう。ああ、ちょっと、あの、なかなかちょっとすぐ言えないけども、はい、原さん、こういう感じです。はい、で、これがね、ここまでかな。あともう一つ、サロペットまでが、受注の商品になってるんですけど、コットンバックギャザープラス、こちらもネット限定になっております。で、こちらもね、先ほど言ったように、ちょっと後ろにグーッとあるんですけども、井原さんも、あの、ここのオーバーで着ても大丈夫だし、イン入れて合わせて、こう、後ろ流しで着ていただいてもいいよっていうタイプになってますね。羽織でもいいですし、そう、このぐらいちょっとお袖を、グッと私みたいにこう、上げて使っていただくっていうのもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひとも。めちゃくちゃ軽いから、カラーだけはちょっと秋冬のカラートレンド、あのカラーで合わせてくれるから、もう本当に安心して着れるっていう感じなので、もうぜひともこれはねゲットしていただいて、もう長く合わせていただきたいなというふうに思います。ちょっと最後私着替えてきます。ではお見せします。一応ですね、トレンドカラーといったのなんかレッド、イエロー、ブラック、ホワイト、グレー、チョコレートブラウン、パステルピンクとかがあるみたいですよ。なんかね、結構いろんなサイトによっていろんな色をね、言ってくるってあれですけど、なんで、あのね、ちょっといろいろ他にもあると思うんですけど、まあ、多分あのレッド系とか来るんじゃないかなっていうのも、あとはなんか、春がすごくあの綺麗な色っていうところが多かったので、あの、まあ、それとどうしてもやっぱり秋冬になると少しそれにあのくすみだったりとか落ち着いたダークが入ってくるような感じになると思いますので、楽
楽しみですよね。なんかまあ季節の変わり目っていうか、まだ夏もね来てるか来てないかぐらいな感じですけど、またね秋もすごい楽しみだと思っております。これはもう全部読んだ、はい、読みました。大丈夫です。ありがとうございます。はい、ではこちら冒頭のね、こちらのアイテムは店頭にもございます。で、今私が今着てるこちらの元気なタイプの今店頭の方に並んでおります。これですね、カットソーに見えるんですけども、こちらはですねニット素材になってるんですね。薄手のニットです。ものすごく着心地がいいのと、このやっぱり印象的な配色ですよね。これ着てるだけでやっぱりちょっと元気が出るというか、すごくおしゃれに見えるので、なんかやっぱり全身ブラックとかでもこういうカラー配色が入ってくるとまたすごくいいかなというふうに、思いますね。これカラーボーダープローバー、これが15,180円になっております。で、お袖がですねしっかり隠れる長さまでありますよっていうのと、これは本当にオーバー目ですね。 A ラインで綺麗に着ていただけるアイテムになっております。すごくね綺麗ですよね。矢野さん何でも着こなされてます。一生懸命着てるって言ったらあれなんだけど、これは多分大丈夫なんかね。一応ね井原さんと2人でこう一緒にねこうやって何を着るかとかってするときにちゃんと試着するんですよ。で、今日は私もね、今日は何が着れるかなみたいな感じで、着れないものもやっぱりあるんですよ。井原さんごめんね、これちょっとこの辺がダメだったっていうようなこともあるんですけども、これはちゃんと上手に着れたアイテムの一つでございます。なのでよく見てください。元気なカラーですね。ボーダー配色いいですねっていうところで、もう一つね井原さんがもう一つ元気なカラーで、白ベースのアイテムです。これブラックなんですけども、これがねニット素材ですね。ニット素材でよくこれだけのね色味がすごく綺麗ですよね。やっぱりこれだけでもやっぱりおしゃれな感じに見える。マルチボーダーはねすごくねやっぱ今年もねすごくトレンドになってるので、この感じはねもう着ていただけば可愛い。原さんデニム、そうデニムの感じで、またこれオレンジが効いてます。こっち色イエロー、こう見れば見るほどなんかすごくおしゃれな感じでね見えますよね。で、井原さんがこういう感じで着てるんですけど、グレーもねこういうお袖の感じにちょっとグレーが一番エンドでくる感じです。私は白ですね。白がこのエンドでくる感じで、こうお袖の下ろした時にこう綺麗にね見え方がなるように、なっております。完全に肘隠れてますね事故ではなく、皆様ご安心ください。もう忘れてたの。隠れますよね。隠れてますよね。隠れてませんでしたっていうのがねありましたね。そういうことも。乗っていただけて、赤目で見ます。隠れます。こちらは事故でもないです。ニットだけどすごく薄いからですね。そう軽いし、そうあまり厚さは全くないです。うん肘って言ってる。カラーによって印象が変わりますね。そう、全然この2色になってるんですけども、好きなカラーで選んでいただいて、白だとねよりなんか軽さが出てきます。で、黒はね透け感があんまりないんですけども、そう様になるからいいですね。ありがとうございます。安心しました安心してください。これ安心して、お袖隠れますので。でも隠れなくてもね涼しいものはありますので、そう2人で並ぶと面白いね、これね。元気なコンビみたいになっちゃうけども、そうお好きなカラーで選んでいただいて、すごくね気持ちがいいので、柔らかい生地になってくるので、どうしてもカットソーだとカジュアルに見えるのがあんまり好きじゃないとかっていう方とかは、こういうニットでちょっとカジュアルさのあるアイテムでちょっと少ないので、ちょっとそれでね見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。すごくね綺麗だと思います。1枚で様になる。そうで、ね、やっぱり全然イメージ変わりますよね。そうなんですよね。これにちょっとさっきの、こちらね、虎ノ井さんだったっけね、はい、虎ノ井さんの、羽織物、これでこのジップのタイプだと合いません。このスタイリングにこうジップで合わせて使っていただくとまた見え方違ってくるので、こういう羽織とかもやっぱり縦ラインが出るように、ここがねちょっと締めてもいいんですよ。締めてもいいんですけど、私とかだとあえてこうやって開けて
で、キュッとこの辺が身頃ボーダーってどうしても横にこうピラって見えちゃうのが嫌だよっていう方とかは、こういうあの羽織物で調整していただいて、で1枚羽織るとね、またあのスタイリングに厚みが出てきますので、そういった形で合わせて見ていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。これ羽織で初回にご紹介させていただいたアイテムなんですけど、どうした白の羽織、あの探そうと思ったので、あでも伊原さん次サロペット着たらいいんじゃないかな。そうね、そうそう、伊原さんのねちょっとお得意のサロペット、お得意サロペットをねちょっとあの最後にご紹介して、これ受注の商品になってきますので、配送がね7月の20日になってきますので、矢野さんのスタイリング好きです、来てください、千葉に来てください、福岡に来てください。私今度21、22、23、24、25だと思います。ちょっと待ってくださいね。ちょっと調べますね。私ですね、千葉に行きます。何度も告知させていただいてるんですけども、ご予定のある方は、ちょっと変更していただいてですね。ご予定がある方は変更していただいてですねって言ったらあれなんですけど、21でした。21、22、23。来ますので、そこでスタイリングができたらいい。なと思っておりますので、ぜひ、で大坪さんも、大坪さんは来ません、誰だっけ、伊原さん、伊原さんは、土曜日に浦和で、日曜日に新宿、ただし日曜日の新宿の時、私もそうなんですけど、日曜日はちょっと夕方の便で帰っちゃいますので、1日入れるのは土曜日。ありがとうございます。でなんかね、結構今やっぱ旅行福岡に来られる方が多くて、千葉でも会いましょうねって言って、バイバイって言ってできたお客様とかもいらっしゃって、もうあと池袋もね、受注を福岡でしていただいて、池袋でまた取りに来ますね、でその時にっていうようなご約束をねさせていただいたお客様もいるんですけど、非常に楽しみでございます。そこでね、ちょっとぜひとも私はね、自分 の, スタイリングが自分のというか、お客様の、ね、スタイリング、お客様が楽しいとか、着てて面白いとかって思ってもらうことが私たちやっぱすごく嬉しいので、私のスタイリングは別にインスタライブで見ていただければいいかなと思うんですけども、お手伝いさせていただければというふうに思います。予定を載せてくださると助かります。どこに貼り付けましょうか、ね、そうですよね、インスタに貼り付けていいですかね貼り付けますね。ちょっと私ごときで申し訳ないんですけど、私行きますというところで貼り付けます。来週します。で来週して1週間ちょっと皆さん来ていただいて、店頭で楽しめればなというふうに思っておりますので、ぜひとも思っております。楽しみでございます。でごめんなさい、ちょっと最後伊原さん、はい、はい、すいません、伊原さん伊原さんって言ったらあれなんだけど、あでもあれだよね、上田さんも今ちょっとあれだから無理だね、 OKOK、じゃあはいはいはい、はい、このままお願いします、はい、そうですね、で伊原さんが来ちゃうとね、伊原さんしか着れないのって言われちゃったりとかするんですけど、サロペットは、これねめっちゃ可愛いんです。ストレッチダブルクロスサロペット19,800円で、カラーがキャメルと、ブラックに、なってます。シーズン、着回せるサロペットっていう風になってるんですけども、こちら生地がまずいいんです。通しわですよ、まず。あと接触冷感なんです。で紫外線防止、もう足焼けたくないからね、ここ焼けますよ生地ないから紫外線防止はね、できれば体と香り欲しいけどもね、紫外線防止を兼ね備えたストレッチ性の高い、これねストレッチがめちゃくちゃ効いてるんです。ものすごくこれですよ。もうこれさっきさ、ジャケットにするといいよねって言ってた、ベスト、あれはねちょっともうちょっと薄で、こっちの方がちょっと生地しっかりめのタイプにはなるんですけども、すごくね可愛いです。でこれ2色になってて、で後ろのねリボンでサイズ調整ができますよっていうタイプなんです。ここです。だから誰でも着れるっていうふうに言ったらあれなんですけど、ちょっと失礼しますね、これそう大坪さんにね今日着てもらおうと思ってたけど、大坪さんいないから、これぐらいですよ、伊原さんの身頃で、このぐらいたっぷり、ここからまだ着れるようになって、腰のところも失礼しますね、このぐらいありますので、で、これだと伊原さんとポワンポワンってなっちゃうから、伊原さんだったりとか、あとはね竹缶です、竹缶合わせたいと失礼します、はい、で今伊原さんこれでしょ、何もノーマルでこれ、そうで、これで腰のところで止めたい位置、自分が腰のところでどこ止まるかなっていうところを探っていただいて、
留めていただいて、でそれからサロペットでもいいですし、であと後ろも釣れますからね、ここから釣ることできますので、でそうそう長社長そうそう長社長釣ることできます長社長釣ることできますあの言い方ね釣るっていう場合ね、でこういう感じでできます、はい、でこれの着方のポイントは何でしたっけ、着方のポイント、うん、あの上田さんが言ったやつ、はい、忘れてました、私は聞いております、上田さんからこういう風に着方聞いていいよって、あんまり上げすぎたらダメだよって、ほら私が絶対着とって、私はちゃんと頭に入ってますからね、これの商品そうですね、これをこう、こう上げすぎない、うん、こう上げすぎちゃうとちょっとお茶まふうになっちゃうから、はい、こういう形でちょっと下ろして腰で履くようにしてくださいねっていうところで合わせて、さっき聞いたのね、そう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 、でこの、はい、ここですよね、ここの紐もじゃあこれ可愛いですし、ね、ここがねクロスのこうダブルになってるので、この紐の感じもすごくねキャサさを出してくれるので、はい、ものすごくね計算されて作られてます、でポケットもちゃんと 腰のところにありますよっていう感じで、後ろのフラップ、ここフラップあるんですけど、これは飾りです、これは飾りのフラップなので、ここにポケット の生地がペッて出たりとかはしないですよ、で上これプレスカ T シャツ、そうですね、でプレスカがさっきの、お袖のフェザーのタイプになってもいいし、もういろんなインナーで合わせて、ね、そうそうそう、また多分綺麗めな感じになるので、ジャケットとか欲しいね、もうそろそろジャケット可愛いな、ジャケットないね、ないけど、まあ、これならちょっとプレスカ、そうそう、これでいくよ、そうそう、これがいいんですけどベージュがちょっとないから、そうね、そうね、これでさ合わせて、そうか、数がないんだよね、ないので、結んでいただいて、そう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 、使っていただいて、はい、っていう感じで、この感じで合わせて使っていただいたら、であと黒になってくると、もうそれこそなんかあのサロペットドレス可愛くないですか、そういった感じでも使えるので、お呼ばれとかにでもちょっと合わせて使っていただくといいんじゃないかなというふうに思います、ね、キャメルとブラック、なんか嬉しそうだね、井原さん、これ予約ですので、あのでネットで予約ぜひで、お話が20日以降に、発送になってきますので、ぜひとも。で、サイズ感はね、こちら載せておりますので、ぜひとも見ていただきます。ウエストはさっき見せたように、ちょっと後ろまでぐーっと、あの、大きさ開きますので、あの、しっかりね、着れるかなというふうに思います。そうなんです。井原さんが着るとね、サロペットめちゃくちゃ売れるので、あの、そうそうそう、よく着てるしね、よく似合ってるし、あ、そういうことですね。あ、でもこれは多分素材感切れ目なので、ブラウスとか入れていただいたら切れ目が多かったいいかというか、切れ目が多くないんだったかよくわかんないんですけど今なんかカウントアップ診断とかもありますもんね、そうなの、怖い、なんでも診断されちゃう、いいです、そんな別に診断されなくて自分の診断を受けるのが一番いいんですから、私もデビューのサロペット今多分次の動画でご紹介させていただくと思うんですけど、それとかはやっぱりちょっとあの切れ目顔の方はちょっと難しいかもしれないんですけど、これはあの切れ目顔の方もすごく素敵に、私はどっちかも、どっちかというとカジュアルなんじゃない、そうなの、切れ顔の方じゃない、ヤカリさんとかでも、あ、綺麗だね、あれ美人なんだ、美人と綺麗はまたちゃうっていうことでございます、ね、お褒めいただいてありがとうございます、そうですね、これだったらあのワイドキャンスぐらいの、そうそうそう、出てできるかと思いますので、はい、はい、じゃあ何のタッチ系ですね、あ、井原さんでね、はい、この感じで、はい、ここね、タッペって押してもらったらね、あの画面が出てくる、あのちゃんと文字が消えるので、まあ、それかあのなんだっけ、あれでね、アーカイブで見ていただいて、これもちょっとサンプルをお借りしてるので、ちょっとメーカーさんに返却しないといけないんですけども、一応また下で見ていただくのが一番いいかなっていうふうに思うんですけど、ここまた深めですもんね、結構。そうそう、しっかり深めになってるので、でそこでちょっと下ろして着るような感じがいいよっていうところになっておりますので、ぜひとも合わせて。そうですね、私ね、ギリギリ、あまりこう長さを変えてないんですけど、小柄な方だともう少し上げてもいいかな、そうですね、少しなら上げてもそんなに
でも、そんな長くないね、やってる。あ、そうですね。大坪さんぐらいになってくるとブーツがいいよっていう合わせをしたかったんだけど、大坪さんがいないんですね。はい。ちょっとそうですね。はい。はい。ね、オンライン限定の予約になっておりますので、はい、一応今回はこのギャザーリング、ブルゾンとカラーボーダーに関しては店頭にあるんですけども、今回の企画のものはオンライン限定の企画になっておりますので、ぜひとも皆さんネットで見てください。で、最後、ちょっと皆さんにね、ご紹介最後していきたいなというふうに思うんですけども、実はですね、夏の、ね、サマーキャンペーンっていうところで、クーポンが、ね、出てるんですよ。で、これ全部の対象ではなくって、こちらにですね、あ、よく見える。こちらのね、トワミーのホーム画面ね、ちょっと見てもらって、こちらのアップドゥデートっていう感じになってるんです。こちら見ていただくと 20% オフクーポンの、アイテムの、ここポチって押していただきます。そしたらですね、20% クーポンが使えるアイテムが一覧でババーっと出てきます。え、これ在庫あったの？っていうようなものとかが、え、そうなの？っていう、え、なおかつクーポン使えるの？っていうのとかが、ぜひ、ございますので、よかったらね、チェックしてみてください。で、これはね、クーポン貼り付けないと、価格のオフにはなりませんので、一応、注意書きも書いておりますので、ぜひともクーポンを入れて、この商品をお得にゲットしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい。また本日もね、1時間を超える長さで、ボリュームでさせていただきました。2人しかいないんですけども、ね、はい、楽しく、本日も私全力で、はい、はい、もう本当に今度また池袋で2人で行きますので、ぜひとも、日程はね、ちょっと載せてねっていうことだったんで、そのようにいたしますので、よろしくお願いいたします。では以上になります。ではでは皆様、楽しかったです。ありがとうございます。ではでは、また。よいしょ。ありがとうございます。